2島返還は義務だとまで言っていました。しかしこれをこじらせたのが日本でした。おはようございます、いつかやる社長でございます。さて今回は日本の現代戦略と地政学のお話でございます。その中で知っておいてほしい問題というのがこちら、北方領土。現代でも絶賛もめにもめている北方領土問題ですが、この問題とんでもなく右往左往した問題だったんです。ロシアと日本の今後の発展を大きく左右する現代戦略の問題、今回も3つに分けて考えていきましょう。それがこちら、終戦の日、サンフランシスコ平和条約、2点3点、この3つを中心に解説していきましょう。まずそもそも北方領土とは何なのか。北方領土は日本の北海道の北にある3つの島と1つの群島をまとめた呼び方です。大きいものから順に択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島です。歯舞だけは5つの島で構成されているので群島なんですね。じゃあこの北方領土の何が問題なのか、超単純です。この北方領土を日本に返すか否かで揉めているんです。いやいやいや、こんなに近いから日本のものやんけーと思うかもしれませんが、この問題を理解するために少し前の歴史から見ていかなければなりません。というわけでこの問題の発端となったある時代にタイムスリップ。タイムスリップちげえな。さてこの問題の発端は今から150年以上も前、日本の幕末の頃でした。この時代に日本はペリー来航を皮切りに多くの国と国交を結びます。ロシアとも国交を結び、1855年日露和親条約を締結します。これによって日本とロシアの国境は北方領土とその上にあるウルップ島の間に引かれ、ロシア人も日本人も共に暮らしていた樺太には国境は引かないことで合意したんです。しかし明治時代になるとロシアは樺太開発に着手すると、この樺太で日本人とロシア人がたびたび争うようになったんです。これはまずいぞーと考えた明治政府は、ロシアに樺太をあげる代わりにウルップ島からシュムシ島までをまとめた千島列島をくださいと交渉し、これをロシアが飲んだことで千島列島は日本のものになったんですね。これを樺太千島交換条約と言います。そして次に変化があったのは日露戦争の時でした。当時最強の一角を担っていたロシア相手に日本は大勝利、そしてポーツマス条約を締結します。このポーツマス条約ではロシアにあげた樺太の南半分が再び日本に戻ってきたんですね。そしてそのまま時代は進み、第二次世界大戦が起きます。この戦争では日本はアメリカと戦いました。ロシアから変わったソ連はドイツと戦いました。両国とも前の敵に集中して戦いたい、すると相手に背中を向けることになる、いつ襲われるか分かんない、そんなのは嫌だと考え、日ソ中立条約を両国で締結します。この条約は互いに攻撃し合うのやめようねというようなものでした。さあこれで背後は安心だったのですが、この戦争で日本はアメリカ相手に劣勢になっていきます。そして戦争末期の1945年2月、ソ連のヤルタでアメリカ、ソ連、イギリスのトップが集まったヤルタ会談が行われます。ここでアメリカのルーズベルトはソ連のスターリンにこっそりある頼み事をしたんです。もし日本を背後から攻撃してくれたら、樺太、満州、千島列島全部あげちゃうよというものです。これにはスターリン大喜び。なんと日ソ中立条約を破って日本の領土満州に攻め込んできたんです。アメリカの核にロシアの影、もう日本はお手上げです。こうして日本は8月15日天皇陛下の玉音放送をもって停戦しました。がしかし、この8月15日が終戦日と思われている方が多いのですが、実はこれ日本がそう言っているだけなんです。国際的に終戦の日は9月の2日なんですね。さあこの半月のズレは何なんでしょう。8月15日は玉音放送が流れた日、9月の2日は無条件降伏をのみ降伏文書に調印した日なんですね。この半月のズレが今の北方領土問題につながっていきます。問題が起きたのは日本が戦いをやめた3日後、8月18日、突如ソ連は千島列島の一つシュムシ島に奇襲を仕掛けました。そのままソ連の侵攻は止まらず、終戦の9月2日まで攻撃が続き、北方領土の国後、択捉まで取られてしまいます。そして日本が9月2日に降伏し、ソ連の攻撃が終わったかなと思いきや、なんと9月の4日までソ連の侵攻は終わらず、歯舞、色丹まで奪われてしまったんです。終戦の日は9月の2日、それ以降に奪った歯舞、色丹は完全に違法です。さらに日本は8月15日にすでに降伏しており、それ以降の攻撃に果たして正当性はあるのでしょうか。その問題の答えが出たのが戦後に締結されたある条約です。それがサンフランシスコ講和条約です。この条約で日本は台湾、樺太、千島列島を全て放棄すると明言しました。さらに日本は1951年に一度国会でこのような説明をしています。千島列島には国後、択捉が含
まれると。つまりこの時期に日本はこの2頭を一度放棄しているんですね。しかし5年後にはこの発言を撤回し4頭の返還を求めています。なぜこのような方向転換に走ったのでしょうか。それは1956年日ソ共同宣言が出されました。これはソ連と日本がこれから国交は再開しますよというものです。この中では歯舞台色丹が日本に返還されることが書かれていました。これには日本も納得しかけたのですが、この時にソ連と仲の悪かったアメリカ、その中のダレス国務長官からこう言われたんです。日本が北方領土4島の返還を求めないと未来永劫沖縄はアメリカが占領する。ダレスの恫喝と言われる脅しがアメリカからあったから日本は方向転換を図ったんですね。そこで日本はサンフランシスコ講和条約締結の際にソ連がこの条約に調印していなかったところに目をつけ、やっぱり4島を返しなさいと言いました。つまりロシアから言えば、いやいや2島放棄したやん、日本から見ればその時ロシアいなかったやんとなったんです。ここが現在でも揉めている状況なんです。それでも1956年の日ソ共同宣言では少なくとも2島の返還が約束されました。しかし未だに日本に返還はされていません。なぜでしょう。これは1960年日米安全保障条約の改定が起きたからです。これで日本とアメリカの軍事同盟はますます連携していくぞーとなりました。さあこれに起こったのがソ連です。この状況で2島を日本に返還すれば、ここにアメリカの基地が作られる、レーダー基地が置かれればソ連の情報は筒抜け、ミサイル基地が置かれればソ連の首都モスクワまで捉えてしまう、そんなの認めないと返還を渋り始めました。そのままソ連は日本との領土問題なんかなかったんやーと言い出し始めたんですね。さあそのまま交渉は一向に進展せず、時代は進み、お次は1973年、田中角栄首相が登場するとソ連のブルジネフと交渉し、再び北方領土の問題を認めさせました。そしてそのまま交渉は継続していましたが、1991年にソ連が崩壊しロシアが誕生、2000年にはプーチンが大統領に就任します。さあここから領土問題は一気に加速していきます。2001年、あまりにも交渉が動かないため鈴木宗男議員と元外交官で作家としても活躍されている佐藤勝さんが素晴らしい案を提案しました。それが2島先行返還論です。これは歯舞色丹を返してもらい、国後択捉はロシア人が住んでてもいいですよ、だけどもともとは日本のものだということは認めてねというものです。この妥協案でしたが賛否両論あると、日本とロシアではこの案が採用されかけたんです。プーチンも当時2島返還は義務だとまで言っていました。しかしこれをこじらせたのが日本でした。この翌年小泉政権が誕生すると、外務大臣に田中真紀子さんが就任します。そしてこの2島先行返還論を見て大激怒。田中真紀子氏の父親は領土問題を認めさせた田中角栄です。4島全て返還させないと父親の努力が無駄になると考えた彼女は、全ての島を返せと突っぱねます。しかもこれを言い始めたのがプーチンが訪日する直前だったんですね。これにプーチンはカチンときたため、再び仲はどんどん悪くなっていきますが、再び日露に良好関係が生まれたある事件が起きました。それが東日本大震災でした。未曽有の大震災に世界中から救助や支援が来ました。プーチンもこの時外交など関係なく即座に支援と救助隊を日本に派遣し救助活動を行っています。これにより日本とロシアの関係は修復されていきます。そしてその翌年プーチンが大統領に再選し、日本では第二次安倍内閣がスタートします。外交関係に力を入れていた安倍総理に対してプーチンはリスクがなくなったからと再び交渉を開始。ところが今度は2014年、ロシアがクリミア併合を起こしました。これにアメリカ、ヨーロッパが大激怒、経済制裁を開始、日本も追随せざるを得ず交渉どころではなくなってしまったんです。しかしその2年後再びチャンスが到来、それがトランプ大統領の誕生でした。トランプはプーチンと仲良くなろうとしています。じゃあ日本も一緒に仲良くなろうと、そのチャンスをついて再びロシアと日本は交渉の場に着くことができました。そして現在どのような形になっているか、日本は2島返還プラスアルファとして歯舞台色丹を返してもらい、残った2島をロシアと一緒にシェアしようという方法を提示しています。近年日本もロシアも互いに歩み寄りを見せる背景には、ロシアはガスや石油が取れる資源大国です。しかし新しい油田を開発する資金や技術力がありません。そこで日本がそういったものを提供すれば、エネルギー資源に乏しい日本に低コストで安定供給のエネルギーが入ってくる。だからこの北方領土の問題はロシアも日本もなるべく早く解決したいというのが本音なんです。しかしこの問題は日本とロシアのみならずアメリカも介入してきているため、こんだけ複雑になっているのが問題なんですね。というわけでこれが北方領土の問題でございました。ただ返せ返せと叫ぶだけでは本質を見失ってしまいます。2島返還か全て返還か、内情を理解して声を出すことが大切だと思っています。
というわけで、これからもこうした国際的な問題もなるべく分かりやすく説明していこうと考えています。もしこの動画が面白ければチャンネル登録、高評価、コメント、あとツイッターもやってますので、フォローの方よろしくお願いします。